はい、それではね、こちらタンブラーソフト加工の、ヘリンボンウールのね紹介になります。はい、でこの生地の特徴なんですけど、まずねちょっとよく見ていただくと、実はねこれねヘリンボン織りになってるんですよね。わかりますかね。はい、でカラーの方も実際ちょっとパッと見黒に見えると思うんですけども、実はねこれがブラウン系になりますね。非常にこうどちらも深みのある色なんですけども、でこちらの方がねあのネイビー系のね色になります。はい、でこの生地のねやっぱりこう一番のね良さは、まあデザイン性のところもあるんですけど、まずねこうウールがね 80% 入ってるということで、非常にねこうウールの素材感とか高級感がね伝わってきますね。はい、で、タンブラー加工がね施してあるので、非常にねこう軽やかでね、すごく肌触りもね柔らかいんですよね。非常にねこう、まあ秋冬になった時に暖かくね使っていただける、そんなね生地になります。それではね次生地の質感に行ってみましょう。はい、まず生地の厚みなんですけども、これもねおすすめポイントですね。中肉厚になりますね。要は秋冬物のこう中肉厚っていうことで、トップス、ワンピース、ボトムスなんかにもねこう使っていただけるね、非常にねこう使い勝手のいい厚みなんですよね。まあイメージで言うと厚ぼったくなりすぎないこう肉感だよっていうところですね。ぜひね参考にしてみてください。次風合いなんですけども、これはねもうこう軽やかでねこう柔らかい、そんな感じのね風合いになります。非常にねウールの素材感がねこう触っていてもね感じられるようなね風合いになりますね。感じですね。次ドレープ行ってみましょう。はい、ドレープもねこうやってね綺麗に出ますね。いい感じなんじゃないかなと思います。透け感はねこうないので飛ばします。はい、次ね、最後に、生地幅ですね、146センチありますので、これもね、洋尺ね、余裕持って使っていただけるタイプになってます。以上になりますね。これはね、非常にこう、なんて言うんだろう、こう素材感ね、楽しめる、風合いのね、ヘリンボンウールになりますのでね、ぜひね、その辺で、ね、チェックしていただきたいなと思います。作品のご紹介をいたします。すっきりとしたね、コートを作ってみました。とても、ね、大人の雰囲気のあるコートになっております。こちら襟はですねスタンプカラーがついているんですけれども、襟付け止まりがあって襟は中心まで来てないので途中までなんですね。襟付け止まりまでスタンドカラーが来ておりますので、襟があるけれども首元はすっきりとした印象になっているんじゃないかなと思います。これからねマフラーとかストールとかもね合わせやすいタイプになっております。でそして、胸のあたりからボタンがついているのがねアクセントになっております。でなので首元もこう閉じてね着ていただいてもいいですし、ちょっと開いてもねテーラー風にも着ることができるデザインになっております。でそしてシルエットもかっこいいコートになっているんですよ。ほとんどまっすぐのこうアイラインシルエットになっております。でかっこいいタイプになっておりまして、で脇もね素敵でアイラインシルエットなので細身タイプになっておりますので、このようにね深めのね長いスリットが入っているのも大人の雰囲気になっているんじゃないかなと思います。ね、すっきりとしたスリムな雰囲気のあるコートになっております。でお袖もセットインタイプになっておりますので、肩のあたりもねすっきりと着ることができますね。でこれからの季節でね活躍するんじゃないかなと思います。